松川先生、よろしくお願いします。はい。日銀の黒田総裁なんですが、日本の家計の値上げの許容度も高まってきているというこの発言が問題となりまして、謝罪に至りましたけれども、先生、このことについて今日はよろしくお願いいたします。そうですね、ちょうどこの時間で、私がまあ話したわけなんですが、まあ、それが波紋でとは思いませんけども、ちょうど野党から今の家計が今日のこのインフレを許容していると、まあ早い話が認めているという内容の話を日銀の総裁として話したというのが問題になりまして、国会で野党に追及されて、黒田総裁の発言はこれは暴言だということで追及され、まあそのために首相官邸に行って岸田総理に謝罪したということを、まあいろいろ日本のメディア、新聞にその記事が出ておりましたけども、まあ私は、まあ、これが問題になったということはいいことだなとは思いましたけども、その結末がですね、謝罪して、それで一巻の終わりということになったんですが、もう少し、まあ私がこの番組で、追及したようにですね、やはり国会でも、あるいはマスコミでも、もう少し踏み込んでですね、追及をして、これを国民に明らかにするというのが正しい道ではないかなと、実は思ったわけですね。まあ野党も、暴言だと言って追及して、首相官邸で謝罪をしたと。まあ逆に言うと謝罪に追い込んだと。これでまあ野党としてはやるべきことをやったということなんでしょうね。というのはそれから先何の追及も何もないわけですから、何もないっていうことはそれで一巻の終わりということなんですね。で、岸田総理の方も、まあ黒田総裁任命したのは安倍前ですか、元首相、安倍晋三首相が任命したわけですね。それからまあ、かれこれ、10年以上、日銀の総裁をされているわけなんですが、まあ、役人の皆様の間ではまあ、よくお分かりだと思いますが、まあ、財務省のトップといえば、財務次官ということになるわけですが、黒田さんの場合は財務官で、それからアジア開発銀行の総裁に、なったという方なんですね。その役人の、まあ、序列と、この からいくとですね、日銀総裁っていうのは、これはもう財務官どころか、財務次官になってもなれない、最高のポストなんですよ。まあ、何が、どういうことで、これはまあ、安倍首相が任命したわけですから、安倍首相にでなければわからない話なんですが、まあ、今までの慣例からいくと、異例中の異例の大抜擢、大出世なんですね。黒田総裁にしてみると大出世なんです。で、年俸も、確か3000万以上、いただいてるはずですし、その他もろもろ経費何をしようとですね、全部、支払われるというですね、大変、まあ、優雅なポジションなんですよ。だからこそ、この庶民の生活というのがわからないのかもしれませんが、しかし、日銀の総裁というポジションである以上、ご自分がいくらリッチであろうと、豪勢な生活ができようと、日銀の総裁の立場としては、庶民の暮らしが今どうなっているかということを、実態をきちっと数字、
その他状況で理解しなきゃダメなわけですよ。それが仕事ですから、ね、消費者の動向、消費者の今、生活状態と、このインフレになってから、庶民の生活はどうなったかということを数字の上で実態として把握してなきゃいけないわけですね。まあ私なんかは専門ですから、消費者の動向調査、それから消費者の苦痛曲線というのがありましてね、こういうふうにインフレがだんだん、この加速していくと、家計の、まあ、苦痛曲線、苦痛直線という形でですね、家計の苦痛度がグラフになって現れるんですよ。いろんな数字からそういう計算をしてですね、家計の苦痛曲線というのがあるんですよ。それを見ると天井に向かって、曲線が天井に向かっているわけですよ。ね、で、それを黒田総裁が、まあ私に言わせれば無責任にも、無責任ということは知ってか知らずかということですよ。当然知ってなきゃいけないわけですよ。家計の苦痛曲線が今どうなっているかということは、日銀の総裁として誰よりも先に知ってなきゃいけないことなんですよ。で、それを知っていながら、家計は、このインフレを許容しているということになると、これは由々しき問題なんですよ。ここを追求しなきゃいけないんですよ。日銀の総裁ですからね。うん、知ってなきゃいけないんですよ。で、知ってないとは言わせませんよという、そういう立場にある人が、そういう、その、まあ、野党は暴言という言葉を使いましたけど、それはまさしく暴言ですよ。ね。で、暴言で済む話ではないんですよ。で、そういう状況でありながら、まだインフレを加速させるための緩和政策を続行し、かつゼロ金利政策を実行し、円安政策を実行するのはなぜかっていうことを追求しなきゃダメなんですよ。それは誰のためだと。アメリカのためか、日本のためか、どっちなんだという、まあ私が野党だったらそういう追求の仕方しますけどね。これをやらなきゃいけないし、野党がやらなければ、マスコミがこれをやらなきゃいけないんですよ。やらないんです。うん。官邸に行ってどうもすいませんでした。はい、ちょん、終わりで。これじゃあ、国民も消費者も浮かばれないんじゃないかなと、私なんか思うわけなんですが、ここで、別に私はですね、マスコミを責め、野党を責め、黒田総裁を責め、岸田総裁を別に責めてるわけではありませんけども、客観的に今日本で起こっていることをちゃんと見ると、もうエコひいきなしに、与党びいきだとか野党びいきだとか、そういうことではなくて客観的に今日本で起こっていること、日本で今インフレが起こっているわけですよ。家計が苦しんでるわけですよ、ね。で、これをきちっと直視する。で、それに対して政府という責任ある立場、中でも日銀の総裁という責任のある立場の人が、どういう責任を取ろうとしているか、そのために今何をしているかということ、この前この時間で、アメリカがくしゃみすると日本が肺炎になるんだと、だから日本のことよりもアメリカの方が先だと、そう考えてるのかなと、私黒田総裁じゃありませんから、わかりませんから、推察することしかできないとお断りして、申し上げましたけども、あくまでも推察ですけども、そうなのかなと、日本は二の次アメリカが第一だと、そう考えていらっしゃるのかなと。で、その過程に立って今黒田総裁がやってらっしゃることを見れば、なるほどその通りだというふうになってしまうんですよ。まあ果たしてそうかどうかは知りませんよ。しかしながら、もっと今日銀がやっていることを国会の場であろうと、マスコミであろうと、もっと国民の立場で追及をするという、そういう意欲が野党にもマスコミにもないんですかね。まあないならないんでいいんじゃないですか。ないんですから。ないものあると言う方がおかしいんで、ないのが自然ならいいんじゃないですか。ないならないでいいんじゃないですか。ね。その結果、国民、庶民の生活がどうなるか。もう私今わかりますけども、まあ、仕方がないんじゃないですか。それが日本なら、日本は日本。
アメリカでは絶対許されないならそれはアメリカ。ね、日本とアメリカは違う。人一人一人違う。ね、まあ、そうとでも考えざるを得ないという心境に今私があるということを僭越ながら申し上げておきたいと思います。はい、松田先生どうもありがとうございました。はい。この番組では松田俊夫先生への質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。松田俊夫の逆手で勝つ日本復興のためにでした。